大阪万博のタイプ A パビリオンが、当初予定していた56施設から、48施設になったんですって。全体の1割以上減ってるじゃない。参加国、地域が独自に設計、建設するのがタイプ A だな。しかも、2024年4月12日時点で48施設のうち、約3割に当たる16施設の建設事業者が、未だ決まっていないんだ。間に合うのかしら？じゃあ今回は、大阪万博の海外パビリオンが、未だに建設業者が決まっていない件や、チケット販売数が 6% で、国民が開催前から興味がない件について見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。早速だが、大阪万博のこれまでの歩みについて話していくぞ。開催に向けて最初に動き出したのが2014年だ。当時の松井一郎大阪府知事と橋本徹大阪市長が構想を打ち出し、安倍政権に働きかけたぜ。そんなに前から動き出していたのね。2015年には、大阪府の検討会が誘致の可能性について、報告書をまとめ、2016年に他の議会が基本構想を策定したぜ。ロシア、アゼルバイジャンと争った結果、2018年11月に、2025年の開催地に決定したんだ。今となればロシアで2025年の開催は不可能だったわね。過去に日本は5回も万博を開催しているんだが、前回は2005年に愛知県で開催された。愛知九博以来となり、20年ぶりの開催なんだぞ。万博って開催の間隔が決まっているの？万博は最低でも、5年以上の間隔を空けて開催されているぜ。1970年にも大阪で開催されているが、芸術家の岡本太郎氏がデザインした太陽の塔は、今でも公園のシンボルとなっているから霊夢も知っているよな。もちろんよ。当時、会場となったのは大阪府吹田市だったが、次の万博は大阪市此花区の夢島が会場なんだぜ。コンテナ埠頭とメガソーラー発電所が立地する人工島なんだ。これまであまり一般の人が立ち入ることはなかったが、万博を機に人が行き来することが、増えそうだぜ。2025年の大阪万博の見どころは何かしら？今回のテーマは、命輝く未来社会のデザインなんだ。様々な最新技術に触れられるだけでなく、仮想空間と現実空間を融合させたシステムにより、地球規模の問題を解決する手がかりをいち早く、知ることができるんだぜ。最新の技術だけでなく、地球がどういった未来を歩むのかがわかるのね。会場には空飛ぶ車や EV バス、自動翻訳システムの実装なんかも、体験できるんだぞ。空飛ぶ車？どんなものなのか気になるわ。また、会場に行けなくてもオンライン上のバーチャル会場で楽しめる工夫も施されているぜ。オンラインでも参加できるなんて、まさに未来的な万博ね。しかし、海外パビリオンは56施設を建設予定だったが、48施設に減ってしまったんだよな。そんなに減っちゃったの？そのうち16施設の建設業者が、未だに決まってないんだぜ。じゃあ、3分の1が手つかずってこと？ちょっと、いろいろ不安しかないんだけど。大阪府の吉村博文知事は2024年4月16日、海外の参加国が自前で建てるタイプ A を、採用するパビリオンの施設数が変更になる旨、発表したんだ。具体的に、56施設中48施設に変更となり、そのうち16施設が事業者未定なんだぜ。施設数も減っているし、現時点で事業者すら決まってないなんて大丈夫なの？パビリオンはタイプが A、B、C の3種類あり、特にタイプ A は万博の花と呼ばれているんだ。B、C は、どちらも日本が建設し、参加国が個別または共同で使用する形なんだぞ。なぜタイプ A で揉めてるのかしら？人件費や資材価格の高騰などから、参加国と施工事業者との契約交渉が難航しているぜ。当初の計画では、会場建設にかかる費用は1250億円で予算が組まれていた。しかし、来場者の暑さ対策や大屋根の設計変更などを理由として、2020年に1850億円まで増額されたんだ。600億円も増額したのね。2023年に、資材価格や人件費の高騰を受け、当初比 1.9 倍の2350億円まで増額したぜ。ほぼ倍じゃない？予算上がりすぎでしょ。また、施工業者との話が進まない別の原因として、工期の厳しいスケジュールが挙げられるんだ。短期間で一気に人や物が借り出されることで、不足状態に陥ってしまうため、体制を整えていないと、参入はきついんだぜ。万博だけを優先できないものね。
昔は気合の突貫工事でなんとかなっていたが、今はそういうわけにもいかないんだよな。現場の働き方改革が進み、労働時間や人員の配置数もこれまでと異なるぜ。そのため、万博はこれまで以上に人手が必要な工事といった扱いで、建設会社も頭を悩ませているんだぞ。金額の問題だけでなく、新たに働き方の課題もあるのね。業界関係者によると、すでにメキシコがタイプ A から撤退を発表しているんだ。B、C に代わる代替案として、タイプ X も出ているんだぜ。どんな内容なの？日本側が簡易的な箱型の建物を建設し、引き渡すものだ。2024年4月15日時点で、タイプ X に移行した国はブラジルをはじめとする3カ国。タイプ C へは、スロベニアなど4カ国が移行するとわかっているぜ。移行すれば間に合うのかしら？一部でタイプ X への移行は、建設スケジュールから間に合わない。なんて声もあるぜ。代替案に納得いかなければ、最悪撤退なんてパターンもあり得るからな。パビリオンがスカスカの万博に、ならないといいわね。建設問題については、世界各国からも不安の声が上がっているぜ。オーストラリアの政府代表、ナンシー・ゴードン氏はこう言っている。万博に限ったことではなく、国際イベントで価格高騰の問題に直面している。予算内に収めるため、パビリオンの機能性を失わせることなく、慎重に変更を加えた。また、2024年3月初めに、会場建設を見学したチェコ政府代表オンドジェイ・ソシカ氏は、チェコの建設計画は規模も大きく、およそ400日後の開幕に間に合わせるのは、とても難しい状況だ。およそ50カ国が同じような時期に独自のパビリオンを建てることになり、開幕までに間に合うかは博覧会協会にとっても大きな挑戦だろう。とコメントを残したぜ。日本だけでなく、世界から見ても不安に思うことは一緒なのね。開催まであと1年ほどでも、完成までの道筋がはっきりしていないもんだから。チケットの売れ行きも130万枚ほどで、販売目標2300万枚の 6% 以下なんだよな。6% だけ？なぜそんなに売れていないの？大阪万博チケットの売れ行きが低迷している原因は、2つ考えられるんだぜ。まず1つ目は、そもそも万博に興味を持っている人が少ないということだな。アンケート調査で万博に行きたいと答えた人は全国で 33.8% にとどまり、1年前から約7ポイント下落しているぜ。開催時期が近くなれば、普通は行きたい人が増えるものよね。チケットは、超早割1日券、早割1日券、全期券、開幕券の4種類あるんだ。販売目標のうち1400万枚を前売りとして販売する予定だぜ。ちなみに、過去の万博ではどうだったのかしら？2005年の愛知万博では、開幕1年前の時点で前売り目標の9割近い700万枚超を販売済みだ。愛知万博と比較してしまうと、売れ行きの悪さに焦ると思うが違うんだよな。万博協会の木村和明、入場券部長は、折り込み済みとのことだぜ。何よ、その随分な余裕っぷりは。その理由は、並ばない万博を実現するため、入場日やパビリオンを予約制とし、一般向け予約開始時期を今年10月に設定しているからなんだ。時期をずらしたところで、人気がないなら売れ行きはあまり変わらないんじゃないかしら。大阪万博のチケットの販売方法にも問題があると言われているぜ。どんな問題？今回の大阪万博のチケットは、インターネットからしか購入できないんだ。入場券は原則、電子チケット制なんだがこれだと困る人も出てくる。過去の万博では、旅行会社に一定枚数割り当てて販売する方法も採用していたため、特に、お年寄りなどは気軽に購入できたんだ。お年寄りにはネットより旅行会社からの方が、簡単だし手っ取り早い購入方法よね。しかし、スマホや携帯電話の操作に慣れていない人にとって、今回の万博チケットの購入は、ハードルが上がる要因となりかねないぜ。わざわざ苦労してチケットを手に入れようと思わなくなるからな。そのため、チケット購入方法の選択肢を増やすことが議題に上がっているんだぞ。どうやって選択肢を増やすの？過去開催時のように旅行会社に割り当てたり、コンビニでも購入できたりするようにといった、案が出ているみたいだぜ。最初からいろいろな購入方法を用意すれば、状況は違ったかもしれないわね。一般向け予約開始時期を遅めに設定しているというのも、苦しい言い訳にしかならないかもな。万博の良さより問題ばかりが際立つため、当然、批判の声が相次いでいるんだぜ。とあるアンケートでは、万博を中止、延期すべきといった声が7割にも上るんだ。7割も？全然歓迎されてないじゃない。
これは能登半島地震絡みで集計したアンケートの回答結果なんだぞ。2024年元日に起きた能登半島地震で、現在も避難生活を強いられている被災者からは、万博どころじゃないなんて声が聞かれるぜ。それは当然の声よね。2024年2月に共同通信が実施した世論調査では、能登半島地震からの復興を踏まえた上で、万博を開催するべきか質問したんだ。計画通り実施するべきと回答したのは、わずか 27.1% にとどまったぜ。27.1%? 賛成の声はかなり少ないのね。続いて延期するべきは 27.0%、さらに規模を縮小するべきは 26.7%、中止するべきは 17.6% という結果で、計画変更を求める声は全体の7割を超えたぜ。大阪市が拠点の市民団体、どないする大阪の未来ネットには、開催中止を求める署名が、オンラインを含めて14万件も集まったんだぞ。世論も尊重したいけど、運営側の気持ちもわからなくはないわよね。ただ、もし万博を延期するとなると、それはそれで問題が生じるんだよな。PIE の総会で3分の2以上の賛成が必要で、参加国に補償費を支払わなければいけないんだ。PIE って何？博覧会国際事務局のことで、国際博覧会の開催について責任を持つ国際組織なんだぜ。フランスのパリに本部を構え、2024年2月現在、183カ国が加盟しているんだ。参加国への補償費って、どれぐらいの金額になるのかしら？それは時期によって異なるが、かつては2024年4月までに中止すれば、参加国や国際万博協会への補償額は、約325億円で済むなんて言われていたぜ。旅行のキャンセル料と同様に、開催時期が近づけば近づくほど補償額は高くなるだろうな。補償額も桁違いの金額になるのね。さらに、日本国内で聞かれる批判の声を紹介するぜ。間に合ったとしても突貫のツケが出てきそうで怖さもある。万博開催期間中に、建物が崩れるなんて事故が起きたらとんでもないことよね。間に合わせるためといっても、現場に過度な負担を強要することだけはやめてほしい。パワハラで訴えられかねないわよ。万博で不安な点は、会場建設だけじゃないぜ。ええ？まだ問題はあるの？実は運営においても不安な面がある。当初、運営費用は809億円と計画していたが、1.4 倍となる1160億円に増えたんだ。運営費用も増額したのね。増額の要因として、会場に設置するトイレの入札が行われた8件のうち、一部落札額が2億円近くになるものがあり、SNS では批判の嵐なんだぜ。トイレに2億円は高すぎでしょ。この物議を醸すトイレの整備費用の入札額が公開されてから、日本国際博覧会協会は、説明責任を果たしていないんだぜ。整備費のほとんどを税金で賄うのに、協会の情報発信のあり方は専門家も疑問視するほどだ。そんな騒動が起きている中、今年3月28日に万博会場のトイレの床爆発事故が起きたんだよな。なんで？怖すぎてトイレ使えないわよ。夢島の北西側にあるグリーンワールド航空のトイレで、溶接作業中に火花が可燃性のガスに引火してしまったため、コンクリートの床のうちおよそ100平方メートルが破損したぜ。というのもこのエリアはもともと、産業廃棄物の処理場で、地下にメタンガスなどの可燃性ガスが溜まっていたんだ。今後も爆発が起きるリスクはあるのかしら？4月19日、博覧会協会は事故の原因を、床下の配管が通る地下の空間に土壌から、ガスが発生、滞留して、濃度が高くなっていたが測定せずに作業をしていたと、特定したぜ。地上ではガスの濃度を測定していたが、床下の配管が通る空間は対象エリア外だったんだ。こういうところ想定してやってほしいし、他のエリアは大丈夫なのか心配だわ。パビリオンの建設エリアは、建設用の残土が埋め立てられているため、ガスが発生する可能性はかなり低いみたいだぜ。開催前にきちんと最終チェックしてほしいわね。さらに、万博会場では、海外パビリオンの参加施設数が減ることで、空きスペース問題も起きているんだ。使われない予定の場所は、芝生広場や休憩施設、物販施設など快適に過ごせるよう、有効活用されることが期待されているぜ。空きスペースといっても税金で賄われていることを忘れず、無駄なく活用してほしいわね。運営はどうにか工夫できても、会場を完成させないことには話にならないからな。ここまで話してもらった問題点をクリアし、早く建設できる画期的な方法はないのかしらね。ドローンを活用した建設方法なんてものがあるぜ。ドローンを使えるの？
どんな風に活用するのか気になるわ。万博会場では、シンボルである木造の大屋根、いわゆるリングの柱の下を、無人の資材搬送車が走り回っているぜ。手動や遠隔で操作できるため、重い鉄骨や鉄板を運ぶ作業に役立っているんだ。そんな技術が使われているのね。竹中工務店は大屋根の高い位置を点検する際に、カメラ搭載のドローンを使っているぜ。通常、高い位置での作業には高所作業車が主に使われるが、ドローンは手で持ち運べるため、時間短縮につながっているんだぞ。まさにタイパってやつね。万博会場は155ヘクタールと広大な敷地のため、機械ができる部分は機械に任せ、機械で作業できない部分には人を割り当て、効率重視の作業で完成を目指すみたいなんだ。会場を囲む、約2キロにわたるリングの屋根部分に植える植物をドローンで運ぶ計画なんかもある。全体の工区を統括する大林組は、パナソニックコネクトの顔認証技術を応用した、システムを導入しているんだぞ。顔認証システムをどう活用しているの？作業員がヘルメットやマスクを装着した状態でも本人確認でき、迅速な入退場が可能になるんだ。作業を効率化するといっても限界はあるから、どこまでできるのか見極めが重要だぜ。どこかの国みたいに、工事中のまま開催なんてことにならないわよね。日本の建設業界は、技術力や施工管理のレベルの高さで海外でも一定の評価を得ているんだぞ。人手不足や残業規制の強化など、業界的に逆風が吹いてはいるものの、しっかり期限までにやりきってくれることは、間違いないぜ。大阪万博は開催まであと1年ほどだけど、やると決めた以上成功させてほしいわね。日本国民にとっても世界の人にとっても、魅力ある万博にしてほしいぜ。みんなは大阪万博についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。